こんばんは、平井弘明です。ダウンブローに打ちたいですよね、やっぱり。やっぱりなんだかんだ言ってもダウンブローではないでしょうか、うん、V に打ちたい、 V に打ちたいですよね、 V に打ちたい、うん、平井自身はそこまでダウンブローにする意識っていうのはハーフトップの時はなかったり、うん、あとはまあノーマルショットを打つ時なんかはほぼほぼ地面と平行に振るような意識っていうのはまあ少なからずあるんですけど、たまに色を加えたいというか強さだったり何かしたい時っていうのはこう少しずつこう鋭角にこう V 字に入れてダウンブローって言われてるような動きっていうのを入れるんですけど、ダウンブローってこの間も動画で撮ったんですけど、平井弘明のバンナップゴルフ、これはもうダウンブローにはできないですからね。うん、こうなってないとダウンブローにはできないですよ、うん、これとこれはもうダウンブローにはできない。そう、まずもうダウンブローどうのっていうか、自分がダウンスイングでフェースがどこ向いてるかが分かってなかったらダウンブローもアッパーブローもできないですってことだけ分かってください。以上になります。そういうことか。そういうこと。だ、見ないでね。見ないでだよね。見ないで。だからダウンブローとかの前、できる権利が持ってるかどうかのチェックをしてくださいってこと。ああ、うん。やりたいはみんなやりたいさ。できるもんならね、うん。できるもんなら。うん。うん。で、ダウンブローやろうとしてなんでできないかっていう。あ、それ気になる。でしょ？世の中の YouTube ではたくさんダウンブローの動画あるじゃん。うん。で、みんなさ、ダウンブローやるとダフるじゃん。ダフ、あ、わかんないけど。ダフんのよ。うん。で、なんでダフんのかでしょ、うん、ダウンブ、これでダウンブローにしたらダフるしかないっていう世界なのね。なんで？例えばよ、うん、こうやって構えて、上げて、うん、これダウンブローできない向き、うん、こっからダウンブローに打つ、うん、1パターン目、うん、こう。2パターン目、うん、こう。はいはい、うん。ボールに行ったら、うん、トップかシャンクなのね。へぇ、直接当たったら、うんうん。だからダフらせるしか方法はないわけよ。勝手にそうなっちゃうんだけど。はいはいはい、はいうん。ダウンブローって、うん、この、なんだろう、前傾とほぼ同じ向きぐらいにフェースアングルがこうやってなって、うん、こうやってなってき、来ないとダウンブローには打てない、うん。本当にそれが言いたい。そこと繋がるんだけど、スウェーに悩んでる人、うん、これ、うんうんうん。スウェーに悩んでる人の動画、次回やりますけど、うん、今のと大きい繋がりがあるっていうこと、すごい大事なのを次回撮っていきますんで、楽しみにしててください。ダウンブローって、しっかりもちろん、クラブを上から下に振ってるかどうかっていうのと、そのフェースの向きが、こうなってるかっていうのと、うん、まずこの二つのチェック、うん。本当にその二つができてなかったら、ダウンブローにはそもそも打てない。何が一番ダウンブローに振りますかってことなのね。どのクラブが、うん、平井はウェッジが一番ダウンブローに振るわけよ、うん、でもね、俺レッスンやってて見てて、ウェッジが一番アッパーブローに打ってる人がダントツ多いの。あー、すーごい多いんだよ。俺がさ、うん、ロイヤルメド行った時にさ、うん、上から上に打ってるから上から下に打ってって言ってたじゃん、うん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 、あれがそうなの。そう、上から下に打たないと、うん、こうやって。はいはいはい、うん。だってアプローチでマットのする音が聞こえない人が半分以上いるんだよ。うん、こうやって。ああ、わかる。でもそうなっちゃう。うん、そうなんないといけないの。そう。ああいう音なんないと。バランスが地面に当たる音がなんないと。うん。こうやって。それ前もなんか言ってたね。打ってた。あの、思ったよりってか、ボールより前を打つ。そうそう、こっちをね。そうそうそう。そう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 。ここを、こうやって打ちに行かないと。そう。なんでなんだっけ？ボールをインパクトで落とすでしょ？うん。落としながら、結局、こうやってなるからね。こうやって。うん。で、その、ジャストに入れると、うん、待たなきゃいけないわけよ、体を。回転を。ああ。こうやって。だ振り遅れられなくなっちゃう。まっすぐこうやって構えるんだったら、うん、ジャストのところで入れようとしても、うん、まあ100歩譲っていいでしょう。でもオープンにするからね。多少オープンにしてアプローチ打つんだったら、こっち向いてんだからここに向かってこうやって打たないといい球当てませんよと。ああ、そっか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 。最下点がこっちに。そうそうそう、こっちこっち。構えるからね。そう。
そう。で、あと、アプローチで、ジャストに打ったら飛んじゃう。うん、あ、そうなんだ。うん、ジャストインパクトすぎて。へぇ。そう。だから、ジャストに打たないようにするの、こうやって。へぇ。なんか、すっげえ超一流のプロが、打たない、打たない、打たないっていう動画上げてた。そうだね、超一流のプロがね。知ってる？知ってる。あったでしょ、そういう動画。俺、どっかで見たことあるんだよ。こうやって打たない、打たない、打たない。そう。そういうプロが言ってることを、真似した方がいい。うん、でもあれ真似すんだっていう動画だから。そうだった。あれ真似すんだ。ダメ。真似しないでください。真似しないでください。そうそうそう。あった。そう。あれジャストに打たない理由っていうのが飛びすぎちゃう。要はアプローチはコントロールじゃん。うん。だから、打つ前に当てたいの、こうやって。打つ前に当てたいんだ。そう。打つところで本当に打ったら、こうやって飛んでっちゃうのね。そう、だから、ここが打つ前じゃない。打つ、うん、ごめんなさい。ここが打つところじゃない。うん、ここよりも、こうやっていったら、まだここに打たなきゃいけないところに、まだ後ろじゃない。うんうん、そこで、追い越す前に打たないといけない。わかるけど、難しいね。難しい。だから、自分のインパクトここです。だから、ずっとこの関係なんだよね。はい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 、はい。そう。これが、こうなったら飛んじゃうのよ。いい？こうなったら飛んじゃうんですよ。ドライバー。だから飛んじゃうんだ。そうです。ぴったりになるから。そうです。だからインパクトゼロっていうのは大事なんですよ。ああ飛ぶんですよ。インパクトゼロっていうのは。でもアプローチさ、そうやって正面で打たないってことはさ、うん、そこで打つと飛んじゃうんでしょ？飛んじゃう。飛んじゃうってことはさ、その、ちょっと遅れた状態の力加減で距離感を覚えてるってこと？うんうん、そうだよ。要は、こうやって投げたいってこと。うん、そう。これがさ、うん、コントロールするときってこうやって胸開くじゃない。だけどさ、もう、ビュンって投げるときってさ、もうこのままこうやって投げる。なるほど。そう。そういうことか。こうクロスしちゃうような感じなんだよね。はいはいはい。そう、そうすると、ここでパンって力が発揮できちゃうんだよね。はいはいはい。合わさっちゃう。あ、だから初めから前向いて投げるみたいな感じ。そうそうそう。だからこうやってコントロールをしたいっていう。ような感じ。だからオープンスタンスにする。ああ。こうやって。ああ、そっかそっかそっか。そう。こうやって打ちたいから。そういうことね。そう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 。横向いて前向くんじゃなくて、そう、うんうんうん、それから前向いたまんま狙いたいんだ。そうそうそう。横からこうやって。ああ。その状態を作りたい。でもそれってみんなそうなの？みんなっていうのはその、レベルで言ったら、段階で言ったら、初心者の人も。オープンスタンスにしてる人は、全員分かってやってるはずだよ。始めたての人もオープンスタンスにしてる人も何人も見てるけど、うん、知ってやってんだろうなと思って、俺は見てるけどね。いやいや。知らないですよ。そんな動画ないんだもん。そうなんだよね。そう。オープンスタンスにする理由を言えないんだよね。そっか、うん。オープンスタンスがちゃんとできてる人、俺見たことないの、あんまり。うん。ほんと、片手ぐらい。え今までね、大人数見てきた中で、うんうんうん、オープンスタンスがちゃんとできてる人って、本当に5人以内ぐらいしかいないの、うん。で、オープンスタンスがなんでできてないかっていうと、オープンスタンスのボールポジションがやべえから。やべえの？やべえ。こうやって構えてるの。はい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 。足はさ、うん、かかとの上じゃない？うん。ついてるの。そうだね。かかと軸にこうやって戻しちゃう。うん。これドライバーより、前にあるってやつ、ね。前にあるでしょ、うん、これやべえよね。それ、すごい最初で撮ったよね。そう、撮った。すっごい最初の頃撮った。ね。うん。大事なんだよね、それ。だから見てないんだよ。そっか、2年前のやつ見た方がいいんだ。そうだ、そうだ。うちは、動画は新しい振り関係ないもんね。そう、流行りとかないから。ないから。そう。そう。全部同じだから。そう。何十年後見ても同じだから。そう、同じ。言ってることも一緒だから。そう。うん。だから、結局、オープンスタンスの、つま先、うん、向いてる方向のつま先の真ん中に置いてあるから、うんまあ、これ真ん中に置いてあると思い込んじゃってんのね。はいはいはい、はい。マット通りに打つじゃない、うん。したらさ、オープンスタンスにしてるんだから、うん、一応この向きじゃない。そうだね。そう。それに対して、うん、こうやってまっすぐ構えます、うん。こっから、はいはいはい。オープンスタンス。ここだからね、ボールポジションは。そういうことね。そう。これが真ん中です。そう。ここに置けて縫い。ほとんど。めっちゃ右にあんだ。そう。だからここに置いてあって、うん、ダフル上がりすぎるって言ってんだよ。うん、そらそうだ。
そっか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 。ダフル上がりすぎるところに置いてあるから。うんうんうん。だから当たんないよね。そうだね。だしっかりボールポジション、オープンスタンスのボールポジションにボールを置けなかったら、いいショットは出ない。あ、はっきりと、それは見てわかるから。だからね、そこが、あ、アプローチでもそうよ。アプローチでも最初の話に戻るけど、こうやって戻っ、ダウンスイングのところにこうやって、この角度でクラブフェースが戻ってこなかったら、もうダフルシャンクのオンパレードですよ。みんなこうやって戻すからね。なぜか知んないけど、うんうん、でこうやって戻ってる意識もないから、うん、だからここを意識してないからね、うんうん、ここで球筋を調整してるから、うん、だから調整してないんだよね、うんうん、球筋を調整しようとしてない、うん、こうやって入るんだよねみんな、こうやって入れないと、こうやってこうやって、うん、え、やってみて。これ。本当に。このダウンスイングのこれ。不思議なのが、うん、こうやってやってって言ったら、うん、え、こうなんですか？こうなんですか？え、こうやってやるんですかっていうの、うん。じゃあ、俺さ、ここ言ってんだよ、フェースを。うんうんうん、フェースがこうなってれば何だっていいさね。うんうんうん、そう。こうやって帰ってきたら、もう、クラブがダウンブローの権利書があるんだから、そう。これで、こうやれるもんならやってみなされ。そうだね。ああそうだね。ああだこれに合う自分の肘でいいんだよね、うんうん。そう、何でもいい。そう。こうやって斜め45度向きながらこうやって降りてくる。うん、そう。この向きで、こうやって、こうやって来れたら、すごくいいショット出る。やってみて。あれでもクラブが寝ちゃう時に起こしなさいっていうのとそれ同じような動きになるってこと？同じ同じ。あ、そうなんだ。同じ。だから。戻せない時に戻そうとするのって、ダウンブローに入れようとする感じなんだ。うん。左にハンドル切ったり、ダウンブローに入れようとしたり。ああ、ま、そうなんだ。そう。で、それをやりやすいのは何って言ったら、左グリップと左脇だから。へえ。そう。左グリップと左脇だからって言ったのが、いつもの正当なラインに戻ってきたんだけど、うんうんうん、今ダウンブローのこのフェースの向きでクラブを起こすっていうのは、去年こっちから言ったのを今年こっちから言ってるだけだから、ね。そうなんだ。そう。で、今こっちから言って、うん、左脇とグリップって言ったのが、今王道にまた戻ったから。ああ。それで、それがインパクトゼロ。インパクトゼロに戻りやすい。あ、そうなんだ。うん。で、結果的にダウンブローに打てて、スピンが入って球が浮いてくれますよ。距離が出ますよ。ロフトが寝ませんよ、うんうん、っていうところに繋がってくる。すごい。それの結果何言ってたらナイスショットです。そうそうそう。すごいね。あ、すごい。そうなってくる。すごいじゃん。すごいでしょ。すごい。すごいんだよ。うちの動画。すごいんだよ。全部繋がるじゃん。繋がる。ね。そうそうそう。だから繋がらないものがないんだよね。そうだね。わかんないけど。わかんないけど。全部繋がるの。すごいな。そうそうそう。だからちゃんとそういう風に一つ一つチェックしてくると、うん、そういう形になる、はあ、勝手に。だからこうなってきたらこうなるし、あ、うん、そういうことそういうことそういうこと。なるほど。でこうなってこうなったら、うん、こうなるんだな。そうだよね。そう。あ、そうなんだ。そう、そこが繋がってくる。うん、でその三つができてきたら、うん、こうなるからね。ああ、そう。でそうなってきたらこうなる。オルガンすんだ。そう。そうなってくるから。そう、そこがね、まあ、つながる感じ。そうなんだ。本当に騙されたと思って騙されてみてください。そうなんだね。すごいね。そうそうそう。そういうこと。それがね、どうしても言いたかった。ああ。なんで、ちょっと、次回スウェーやりますんで、お楽しみに。お願いします。では、今回はですね、ダウンブローに打つ、権利書を、ご自身のクラブが持っているかどうかのチェックですね。お動画にしてきました。気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。あれでもバックスイングよりフォローの方が大事だから。それはそうですよ。すごい。いいこと言うね、と。そうでしょ、うん、めっちゃ大事、うん。俺知ってんだから。知ってんだよね。昔から知ってんだよね。知ってる。知ってんだよ。知ってんだよね。ほんと得意なんだから。やんだと知ってんだよね。知ってる。知ってんなって言われちゃうからね。そうなんですよ。まあほんとね、皆さん、ちょっと、
気温も低くなってきてですね、あの体にちょっと壊しやすいんで、ちょっとこたつでみかんやってくださいよ。せんべいとみかんね、ゆっくりやってください。それでちょっと動画見ていただいて勉強していただければと思いますんで、最後までご視聴ありがとうございます。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。